今回は生物の体と細胞について見ていきますまず生き物・生物を細胞の数によって2つに分けることができます例えば人とかここにある植物自分たちが生物と言われて大体思いつくものは細胞がいっぱい積み重なってできているんです例えば人の場合は細胞60兆個集まっていると言いましたでも 生き物によっては細胞1個で、もう生物として出来上がっている。そんな生物もいるんですね。この細胞1個でできている生物のことを単細胞生物。そして細胞がいっぱい積み重なってできている生物のことを。そのまんまです。細胞がいっぱいできている多細胞生物というふうに言います。もうだいたい自分たちが思いつく生物はもうこちら多細胞生物なので。 単細胞生物、珍しい方で二つ名前を覚えて欲しいものを挙げておきます。これ緑色をしているでこれ鞭毛というんですが、これを動かして動く緑色の物体なんですね。これ緑色をしていて動くので、えー、緑虫というふうに言います。またもう一個ここに用意した単細胞生物、これ形からちょっと見当つくかもしれませんがこの形 なんんかか履物靴とかに似てるんですねなのでこれ生き物は大きく細胞1個の単細胞生物細胞1杯の多細胞生物に分けることができますが単細胞生物としてミドリムシゾウリムシこの2つだけ押さえてほしいと思います。 では続けて私たち多細胞生物の体の作りについて見ていきますまず多細胞生物これ細胞がいっぱい積み重なって体ができているんですがこの細胞段階を踏んで積み重なっていますまず見ていきます細胞がありますこの細胞同じ細胞がいっぱい積み重なってできたもののことを組織というふうに言います例えば 筋肉の細胞これがいっぱい積み重なってできたもの筋組織また自分たちの皮表皮ですね皮が積み重なってできたもの上皮組織のように言いますさらにその組織これが積み重なって1個の役割を果たすようになったものこれのことを器官といいううふうに言います例えばこれ胃とか腸とかがそれにあたります。これ一定 筋肉が積み重なったりまた上皮皮膚が積み重なったりいろんなものが積み重なったりしてできてますこういうふうに細胞が積み重なってできたものを組織でその組織が何種類か組み合わさって1個の役割を果たすようになったものそれのことを器官と言いますその器官が集まってできたのが私たち個体になっています生き物は細胞ここからスタートします 細胞の同じ細胞がいっぱい集まってできたもの組織そしてその組織が何種類か集まって1個の役割を果たすようになったもの器官そしてその器官がいっぱい集まって個体生き物になっているんだ。この名称とと流れを押さえてほしいと思い思ますでは続けて植物についても見ていきます。 植物についても動物物と同じような見方ができます植物もやっぱり細胞細細かい袋状のものがいっぱい積み重なってできています。でこの細胞同じ細胞がいくつも積み重なってできたものこれを組織といいうふうに言います例えばこの表面にある細胞これがいっぱい集まったもの表皮組織。 また葉っぱの真ん中にある細胞これがいっぱい積み重なったものを養肉組織というふうに言っていますでさらにその組織がいっぱい集まってできたものこれのことを器官というふうに言いますまあ簡単に言ってまうとこれ葉っぱのようなものが動物でいう器官に当たると思いますでさらにそれが集まって個体になっています動物も植物も同じように細胞が集まってできているんですが 細胞まずは同じ能力を持った細胞がいっぱい集まっているそしてその組織がいっぱい集まって何種類か集まって1個の役割を果たすものができているこれを器官そしてその器官が集まって生物になっているこの流れ動物と同様に押さえておいてください。 では、今までの内容を踏まえて、練習問題に入っていきます。まあ、括弧一番、今回のテーマですね。この生物を作っている一番小さなものは何ですかと言ってます。これ、生物は小さい袋状のものがいっぱい集まってできていました。この部分のことを細胞というふうに言います。で、その細胞、生き物の中にどれくらいあるかによって、生き物のタイプが分かれました。 2番この1個の細胞からなる生物のことを何と言いますかこれを1個という意味の単を使って単細胞生物また1個の細胞ではなくていっぱいの細胞からできている生き物この名前もありましたこれが3番多くの細胞からできている生物を何と言うか これをそのままです多くの細胞からできている生物多細胞生物というふうふに言いいますいろんな生き物がいますがまず生き物細胞の数によって単細胞生物多細胞生物のように分けることができましたでは続けて括弧4番を見ていきます。4番 次に、あいうえお、ミドリムシ、ソラマメ、タマネギ、オオカナダモ、ゾウリムシ。五つの生物が並んでいますが、この中で、かっ二番、これ単細胞生物なんですが。単細胞生物に分類される生物を選びなさいという問題です。だいたい自分たちが生物と言われて、思いつくものは、多細胞生物なんですね。だからこそ、例外的な、この細胞一個でできている単細胞生物。 二つ覚えてほしいのがあると言いましたどれかという問題です正解はあのミドリムシとオノゾウリムシでした単細胞生物あまり名前出てくるものがいないのでこのミドリムシとゾウリムシ二つ押さえてください括弧五に入っていきます生物の体で形や働きが同じ細胞の 集ままりのこととを何と言いますかそしてこの集まりが何種類か組み合わさって作られている部分を何と言いますすかという問題ですまず細胞の中で形や働きが同じものこれがいっぱい積み重なってできるものこれのことをこういうふうに言います。 組織というふうに言います。そして、その組織がいっぱい集まって、いろんな組織が集まって。全体で、一つの役割をする部分を作ることがあります。この部分、こういうことは。期間というふうに言います。具体的に言いますと、例えば。食べ物を消化する。いという期間。これは。いろんな組織が集まってできています。例えば。 胃の表面を作っている上皮組織とか胃を動かす時に使う筋肉の組織筋組織とかあとは胃で起こった変化を伝える神経組織こんなふうな表面を覆う上皮そして筋筋肉そして神経こんなものが集まって一個の役割を行う器官を作っている。さらにこののががいいっっぱい集まってできたものが我々 生き物生き物全体のことは個体といいううふうに言いますだから細胞が集まって組織になり組織が集まって器官になりそして器官が集まって生き物全体個体になるこの流れ押さえておくと良いと思います。では今回のまとめに入っていきます。今回のテーマはこの細胞と体についてのお話でした。 自分たち多細胞生物といいますが細胞がいっぱい積み重なってできている生物これ細胞とと体どんなふうなう関係にあるかという話でした自分たちの体細胞がいっぱい積み重なってできていますがまず細胞同じ形同じ役割を持った細胞が積み重なって一塊になっていますそれのことを組織といいううふうに言いました例えば筋肉の細胞がいっぱい積み重なって筋組織のようなものだったんですね。 でさらにその組織これが何種類か組み合わさって一つの役割を果たす形になりましたこれのことを器官というふうに言います例えば胃とかですね胃ちゃんとこの胃を縮めたり広げたりする筋肉とか胃を覆う上皮表皮のようなものいろんな組織が組み合わさってできていますそしてその器官これが組み合わさって私たち個体ができています こういうふういふに生き物はまず細胞からスタートしてその同じ細胞ががいいっっぱい積み重なった組織ができるでその組織が何種類か組み合わさって一つの能力一つの役割を発揮するようになった器官になるそしてその器官がいっぱい集まったものは個体生物なんだよというこの全体の流れこれが今回のポイントでしたでは次回の授業内容の予告に入っていきます 次回ののテーマは消化です私たたち生きてていいいくためにいろんなものを食べていま,すまあその代表として米とか肉とか油こんな感じのものを食べ物から取っているんですがじゃあ私たちこれを食べた後体の中でどういうふうにこれを分解しているんだろうそしてどういうふうにこれを吸収しているんだろうこれをまとめて消化というふうに言うんですがこの消化。 これが次回のテーマです。